大厄介なことに、これ、イオンタウンに入ってくるときの抜け道だったりとか、いろいろとするんで、めちゃくちゃ混むんですよ。交通量が多いのに、こんな感じでバッタンバッタン道が、ぶつ切りで、止まっちゃうんで、結果的に、すごく進みが悪くなるっていうね。反対側、うわう。もう渋で切らして逆走とかもう平気で起こりますからね、ここ本当に気をつけやんと、ね、反対側も下手すりゃ30分とかこう抜けるのにかかっちゃいますからね。さあこっちか、次やってくる方が入りそうになってしまった。やってきました、ミニストップ。ここのミニストップは前に来たことありますよね。何だったっけ、今年の名所、今年のうちにか、の、撮影の時にね、三角点とか、向かってた時の出発点がここできたよね。じゃあ早速ね、買ってきましょう。ピンチですよ。売ってませんでしたね。またしてもエビマヨおにぎり売ってませんでしたね。やはり、補充直前みたいで、大体どこも同じようなルートになってるのかな、時間帯のね、設定がね。まずいな。全然おにぎりが今の時間帯売ってない、どこも。どこもすっからかんだ。ということで、とりあえずね、とはいえ、鮭おにぎりが残っとったりね、鮭おにぎり買ってきました。そう、ここはね、ミニストップ何が嬉しいって、鮭おにぎりも100円ですからね。これとで、ついでにちょっとチキン買ってきてね、いただきます。なんかどっちかというと、なんかエビマヨおにぎりにたどり着く前にお腹膨れそうで怖いんだけど、これ大丈夫？企画倒れにも程がない？多分、企画としてやるなら、大食い企画としてやるなら、これ絶対、どっかでね、10個とか15個、まとめ注文が確かできたはずなんで、セブンイレブンでね、事前に言っておけばね、そんな感じで段取りしておいて、それでね、20個ぐらい買っといて限界大食いとかでやる方のが企画としてはちゃんと成立するんじゃないかなと思いますけどね。このグダグダな感じになるのが底辺なんでしょうね。はい、じゃあこのベジニシャキおにぎりいただきましょう。あんな天ぷらチキンステーキの柚子風味らしいですね。絶対膨れるってこんなのずっとやっとったら。うまい。あれ、エビマヨおにぎりってなくなったのかな？もしかしたら、あれですね。エビの原価が高騰しちゃって、エビマヨおにぎりが継続で難しかったのかもしれませんね。難しいところですよね。それこそ、ブリ鮭とかも多分原価上がってる。まあ、全然的にどこでも原価上がってるはずなんですけど、ベジ鮭はなくせないんですよ。原価上がっても、これ一つフラグシップになるんで、鮭おにぎり100円っていうのはね。でも、エビマヨって多分バラエティのところじゃないですか。主力にはならないのかな。というところで、厳しくなったら足切りになっちゃうのかな。パンに、あれなだけかもしれませんしね、売り切れっていうだけかもしれませんからね。まあ多分入れてる数も、紅鮭とかは多いはずですからね。まだ、エビマヨおにぎり1個しか食ってないのに、まあまあ腹膨れてくるぞこれ。まずいぞ。どうすんだ。とりあえず次、ミニストップあるとしたら、塩浜か。じゃあ、塩浜方面に向かってスーッと行きますか。大丈夫かな、この企画。まあ、とりあえず向かっていきましょう。あ、道中で。あそこあるわ。道中でもないか。ローソンの、宮窓のローソンはちょっと外れるか。ここね、あそこにも突っ込んできますかね、ここ。でね、実はすっげえ見にくいんですよ、ここ。
ねくねってカーブしてる兼ね合いでね、見えてる感じがするんですけど、実は、遠くまで見えてないんで、勢いのいい車がおるとね、結構ヒヤリとすることが多いっていうね、定評のあるところですね。カメラの設定位置間違えましたね。難しいな、カメラの位置もね。おにぎりどこがあるかな。でも待てよ、そのパッと戻った宮窓のローソンはあれやけど、宝町のローソンやったら寄り道いけるな。宝町のローソン行きましょうか、あの隠れが。あそこはカンコレとかカンコレごちうさのローソンコラボイベントの時によくお世話になりましたね。もともこもないこと言い方をすると、あの一番最後まで残ってるんですよ、四日市で。あの圧倒的に場所が分かりにくいところにあるんですよ。その23号線から2本ぐらい奥に入ったところにあるん でこんなところにローソンあったのって知らない人も多分多いんじゃないかなっていうところなんですよね。かくいう私もなんであそこ寄ったんだろう。あ、そっかそっか、それこそ配達してるときですよ。配達してるときに、ちょっとイレギュラーなルートを通らないといけなくて、それで、そのときに見つけたんですよね。あ、ここから抜けれるなと思って、抜け道になるかなと思って入ったら、あれ、こんなとこにローソンあんの？うん。それは最近肉の用地増えてますね。